はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについてね、解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、松本人志さんの性加害告発についてですね、はい。これ何かというとですね、文春のですね、総編集長の方ですね、総局長か、の方がですね、したですね、証拠、ね、いわゆるその物的証拠とか客観的な証拠はですね、今回の報道に対してないという発言に対してですね、松本さんの過激なですね、擁護派の人たちがですね、それについてですね、もう本当にね、正体を捕まえた、見つけた後ばかりにですね、めちゃくちゃ叩いてるわけなんですね。はい。まあ彼らの主張としては何かっていうと、明確な証拠もないのにですよ、そんな記事を書くなんて何事なんだと。あの記事が載ってしまった結果、松本さんはですね、芸能界から消えてしまったと。はい。記事を書くんだったらきちんと証拠を出せ、この野郎というですね。まあ、そんな風に怒ってるわけなんですね。まあ、今回はですね、彼らの主張にですね、存在する決定的な矛盾点って何なのかっていうですね、この辺に関してですね、話していけたらなというふうに思っております。まずなんですけども、まあ、この総局長ですね、その新谷学さんという方がですね、ある YouTube 動画に出て、まあ、いわゆるそのインタビュー形式でですね、まあ、文春の中身についていろいろ喋る会があったんですよね。で、その時に言ったのがですね、その松本さんの一件というのはですね、まあ、かなり昔のやつもありますが、8年前とか10年前みたいなですね、そういったですね、いろんな人たちの、いわゆるその供述と言いますか、はい。話を集めて記事は出来上がっていってるわけなんですよね。だから、いわゆるその性加害についてもですね、まあ、性加害されたというふうに主張している方がですね、数人いらっしゃるんですけども、あれも、警察にですね、行ったとしても、正直言って立件はできないと思うっていうふうに言ったんですね。まあ、新谷さんはですね、警察関係者の知り合いもいるみたいなので、やはりですね、今あるそんな何年も前のですね、事件ってなって、しかも明確な証拠もないわけですよ。ってなるとですね、なかなかですね、事件としては立件できないと。はい。でもですね、文春さんとしてはですね、刑事事件としては立件できないかもしれないけども、ただこの件をですね、きちんと裏取りして信用できる話だというふうに自分たちが、その確信したからこそ、それを報道したっていうふうに言ってるわけなんですね。まあ、ただなんですけども、このですね、証拠がないと立件できないっていうのはですね、またちょっと違くてですね、別のですね、いわゆるその元判事とかをやってたですね、弁護士の方とかもね、おっしゃってるんですけども、実際刑事事件においてもですね、明確なですね、物的証拠がないことっていうのは全然あるらしいんですよね。まあ、だからこそそういう場合も、いわゆるその状況証拠を積み上げることによってですね、有罪無罪というですね、判決をすることは全然あるっていうふうに言ってました。まあ、なので、その新谷さんがおっしゃってることが、100%ですね、どのパターンにも当てはまるのかっていうのは、まあそうでもないみたいですね。はい。まあ、つまり、その物的証拠、明確な証拠がなかったとしてもですね、立件される場合も、まあパターンによってはありますよという話ですね。はい。でなんですけども、で、それに関してですね、めちゃくちゃ切れてるのが、松本人志さんの擁護派の人たちのわけなんですよね。もう彼らからしたらですね、おい、新谷、お前言ったな、この野郎っていうね、まさにその一言を待ってましたとばかりにですね、切れ散らかしてるわけなんですよね。はい。まあ、彼らの主張としては何かっていうと、明確な証拠もないのに記事を書くとは何事だと。ね。どういうことなんだ、お前と。はい。お前がその記事を書いたせいで、松本さんは芸能界から消えてしまったと。はい。書くんだったらちゃんと証拠を出せ、証拠を提示しろ、証拠もないのにそんな記事を書くんじゃねえというですね、まあ、そのようにブチ切れてるわけなんですよね。はい。まあ、ただなんですけども、まず第一にですね、この件に関して僕が思った何かっていうとですね、まあ、そもそもなんですけども、世の中のトラブルって証拠がないことがほとんどなんですよね。はい。証拠がないことの方がもう当たり前なんですよ。証拠がバッチリ残ってることの方が珍しいんですよ。はい。まあ、例えばですよ。例えばなんですけども、はい。あなたが会社で働いていましたと。で、会社であなたの部下に何か仕事を指示しましたと。あの件なんだけどさ、何時までにやっといてくれって言ったと。で、向こうは、はい、わかりましたと言ったと。はい。なんですけども、いつまで経ってもその仕事が上がってこないと。で、しびれを切らしてですね、あなたが、おい、お前と、ね、何日と何時までにあの仕事やれっつったろ、あれどうなったって聞いたらですね、え？僕、そんなこと言われてませんよって言ったとしましょう。はい。そしたらあなたは怒りますよね。いやいや、待ってと、俺はちゃんと言ったぞ、どういうことは忘れてんのかって怒ったとしましょう。はい。そしたらですよ、その部下があなたに対してですよ。はい。いや、わかりました。じゃあ、そんなに言うんだったら、あなたが僕に対してその指示をしたという証拠を出してくださいと。ね。証拠がないとするんであれば、僕は、この件について叱られるね、義務もないと思いますし、この件について何か言いたいこともありませんと。何か僕に言いたいことがあるとするんであれば、本当に僕が忘れてると主張するんであれば、あなたが僕にその発言をしたっていう証拠を出してください。例えば言った時の音声データが残ってるんだったらそれを聞かせてほしいし、動画で撮影してるんであればそれを見せてくださいと。ね。証拠がないとするんであればですね、僕はそれに対してですね、何か対応する義務はありませんって言われたらどうです、皆さん。これ皆さんこれやられたらブチギレますよねって話なんですよ。はい。
ですよね。はい。そう。このようにですね、このように何かしらのトラブルになったときに、そう、証拠がないんだったら、一切ですね、そういった発言をしちゃいけなかったりとか、告発をしちゃいけないっていうふうになってしまうとですね、今みたいな展開がね、起きてしまうわけなんですよ。はい。後輩に注意するのにも、ね、証拠がなかったら注意しちゃいけないってことになっちゃいますからね。はい。そう。で、もっとですよ。じゃあ、例を挙げるとするんであれば、例えばですよ。例えば、あなたのお子さんが、最近不登校になりましたと。はい。で、子供にいろいろ話を聞いたら、どうやら学校でいじめが起きてると。で、自分がいじめられたっていうんですね。はい。クラスの数人の人にいじめられてきつくてもう学校に行きたくないっていうふうに言ったと。はい。で、それを聞いて、あなたはですね、学校にですね、まあ乗り込んだと言いますか、それをですね、なんか訴え出たりね、訴えに行ったとしましょう。はい。うちの子供がこういうふうに言ってるんです。どういうことなんですか？きちんと調査してくださいっていうふうに、あなたがですね、その学校に言いに行ったとしましょう。はい。そしたら、そのね、相手方の校長先生があなたにですよ。あ、なるほど、わかりました。あなたのお子さんが、うちのね、学校のね、こういう子たちにいじめを受けてるって言うんですね。うん、わかりました。じゃあなんですけども、証拠を見せていただいていいですかね。はい。あなたのお子さんがいじめられたっていう証拠を見せてください。音声データだったりとか動画だったりとか、もう誰の目から見てもわかるような客観的な証拠、これをちゃんと提示してくださいと。ね。その証拠を提示してくれるまでは、私たちはあなたの息子、お子さんがですね、いじめをされてるということをですね、認めるわけにはいきませんと。はい。証拠もなしに、ね、あなたの言ってることをね、一方的に認めてですね、うちの他の生徒たちをですね、疑ってですよ、何かいじめをしてるんじゃないかっていうふうに目で見ることは、それは良くないことだと思うので、私たちはできません。はい。なので、証拠さえ提示していただければ、私たちは対応しますよって言われたらどう思います？皆さん。はい。このクソ学校がって思いません？はい。クソ学校がっていうね。はい。いや、確かに証拠はないかもしれない。ね。確かにうちの子供がいじめられたっていう明確な客観的な証拠はないかもしれない。でも、こういう話が出てきてるんだから、一回学校の中で職員会議でそれをかけるとか、実際に担任の先生に話を聞くとか、そのクラスの子供たちに匿名でアンケートを取るとか、いじめてるとされてる子供たちにね、個別呼び出して話を聞くとか、何かしらの対応やり口があるだろうって思いませんかって話なんですよ。はい。そんなやり口も一切せずに、とにかく証拠がないんだったらこっちは受け付けません。証拠を出せ、証拠。証拠がないんだったらこっちは何もしねえぞっていう風に突っ放ねるのっておかしくないって思いませんかって話なんですよ。はい。で、まさにですね、この松本さんの件もそうだと思うんですよね。うん。確かにですよ。確かに、文春さんの方で、合計12人かなの女性たちがですね、いろんな告発をしました。中には実名顔出しの方もいるし、中には、いわゆるその性加害をがっつり受けた方もいらっしゃいます。はい。まあ、ただなんですけども、彼女らが言ってることはですね、確かに明確な客観的な証拠はない。はい。音声データもなければ動画もない。はい。まあ、密室の中のことですからね。はい。証拠は確かに何一つないんですよ。客観的な証拠はね。はい。ないんですけども、じゃあだからといってね、客観的な証拠ないから、これだけの10人以上の方々が告発してるにもかかわらず、ね、いや、証拠がないんだったら、あんたたちの言ってることなんて一つも信用できません。どうせみんな嘘言ってないでしょ？記事も全部でっち上げなんでしょ？っていうには、あまりにも乱暴すぎませんか？っていう話なんですよ。まさにさっきの学校みたいな話になっちゃいますからね。はい。確かにね、確かに客観的な証拠はないにしろ、これだけの人数の女性がこれだけ具体的なことを告発しているということは、きちんとやっぱりこれは考えたり検証したりしないといけないんじゃないの？っていうのが普通の流れですよね。うん。それを証拠がないからって言ってですね、一蹴するのは僕はどうなのかなっていうふうに思うんですよね。はい。で、さらにですね、皆さん、さらに、その、じゃ証拠がないから文春が言ってることは信じるなっていう人に言いたいんですけども、これって完全にあるブーメラン発言になっちゃってるんですよね。では何かっていうと、その方々はですね、じゃあ逆に言うんであれば、松本さんサイドが言ってることをすごい信じてるわけじゃないですか。ね。いわゆるそのタムケンさんとか、AV 上の下月ルナさんかな。ああいった方が、その健全な飲み会だったってことを主張してるし、そして松本さんもですね、いわゆるその、まあ、性行為はあったんだけども強制じゃなかったっていうスタンスわけですよね。はい。で、そういった松本さんサイドの言うことは信じてるわけですよね。うん。でもですよ、じゃあその人に聞きたいのが、松本さんって別に証拠出してないよねって話なんですよ。はい。そう、そういうことなんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、確かに文春側は性加害があったっていう証拠は出せてません。これは事実です。はい、事実。はい。ただなんですけども、松本さんだって性加害がなかったっていう証拠は出せてないんですよ。はい。証拠を出してない。つまり、今回の一件ってまさに、ね、お互いが証拠を提示できてないっていう事件と言いますか。ね、騒動なんですよね。うん。ってなった時に、なんでその松本さん擁護派の人は文春の記事に対して、その証拠を出してないからこそ、あんたたちを信じないぞっていうのに、なんで松本さんの言うことは証拠がなくても信じるのって話なんですよ。はい。おかしいですよね。うん。証拠がないんだったら絶対信じないぞっていうふうに、そこまでことさら言うんであれば、松本さんやタムケンさんや下月さんの言うことだって証拠がないわけだから、あの人たちのことを信じるのおかしいですよねって話なんですよね。はい。
そういうことなんですよ。だからこの点でですね、もう発言に関連なる矛盾が生まれちゃってるわけなんですよね。証拠、私は、例えばですよ、これが、私は基本的にどんな騒動でも証拠がないと何一つ信じないっていう人間性、そういう感覚で私は生きています。だから、文春さんも証拠を提示してない。そして、松本さんサイドも証拠を提示してない。だから私の考えとしては、どちらもですね、信じることは今のところできませんっていうスタンスだったらまだわかるじゃないですか。あ、なるほど、そういう考えなんですね、あなたはってね。なんかね、筋が通ってるってことは分かれるじゃないですか。あ、そういう考えになるほどね、ってなりますけども、ね、同じように両方とも証拠を出してないっていうスタンスでは一緒にもかかわらず、文春は証拠を出してないから信じない。でも松本さんは証拠を出してないけど信じるっていうですね。これがよくわかんないんですよね。っていう話なわけで。はい。でですよ。で、ちょっと最後にこれ言いたいのが、そういうふうに世の中のほとんどのトラブルっていうのはですね、そもそも証拠なんてないことが多いんですよ、本当に。はい。まあ、皆さんも学校とか会社とか、例えば、なんだろうな、家族間だったり恋人間とかで、いろんなトラブルってあるじゃないですか。ね、ご近所のトラブルとかもそうですよ。ありますよね。いろんなトラブルあると思うんですけど、どうです、皆さん。明確な証拠なんてないことの方が全然多いですよねって話なんですよ。はい。だからこそトラブルって解決するのは大変だったりするし、もっと言うと、その解決するためにどうするかっていうと、司法の場に行くわけですよ。はい。例えばご近所トラブルがありましたとね、お互いの意見が完全に対立していますと。しかしながらお互いですね、明確な証拠はないわけですよ。お互いの水かけ論みたいになっちゃってるわけですよ。じゃあこれどういうふうに解決するんですか。このままじゃもう解決しませんよ。なった時に分かりました。じゃあこれは裁判、民事で型をつけましょうってなって、それで弁護士さんを雇ったりとかして、おのおののね主張だったりとかをきちんとしてね、明確な証拠じゃないにしろ状況証拠とかこうとかをきちんと積み上げて、そして最終的に裁判所の方で、はい分かりました。じゃあ判決を出します。この件はですね、こうこうこうでこっちの勝ち、こっちの負けですとかね、そういう風に判断をしてもらおうっていうのがまさにその司法の場なわけじゃないですか。証拠なきですね、証拠なきね、争いの判断をしてもらう場として裁判っていうのは一回一個あるわけですね。まあ別にそれだけが裁判のね、それだけが裁判の、ね、存在意義ではないですけども、その中の存在意義として確実に一個あるのはそこなんですよ。はい。そもそもないんですよ。証拠なんて基本的に。ね。証拠がないのが割と当たり前なんですよね。だからこそ、その証拠なんてないという前提のもと、ちゃんと話を聞くだったりとか、きちんとそれをですね、検証するとかして、その上でどっちが正しいことを言ってんのかなってことを自分の頭で考えるのが大事なんですよね。はい。なのにその証拠がないという段階で思考停止して、はい証拠がないんだったらもう話聞きません、証拠がないんだったらはい、あなたの言うことは信じませんっていう風にするのは違うよっていうね。はい。たとえ証拠がなかったとしても、きちんと話を1から10まで聞けば、あ、この人の言ってることって結構説得力があるな、もしかしたら本当なのかもしれないとか、そういう思いになるかもしれないしね。はい。だからこそ証拠がないからって終わらすんじゃなくて、きちんと相手の話を聞いて、そして自分の頭を働かして、自分の頭でどっちを信じれるかってことを自分の意思で決めることが大事なんですよ。はい。思考停止して、証拠がないんだったら何一つ信じませんよっていうのは違うしね。はい。そして証拠がないから信じたいって言ってるくせに、松本さんのことは証拠がなくても信じてるっていうのは、ね、大恥だよっていうね、いうことは僕としてはすごく思いました。はい。というわけで、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。